はい、先生よろしくお願いします。いきます、暗黒竜。まあということでね、まあ今回はマナを使っていこうと思います。はい、っていうか皆さん、あのマナデッキって息してます？もう全く見ないんですけどまあそんなのでデッキを使っていくっていうね、コシアンです。はい、まあ僕マナデッキね、フォルトゥナ持ってないんですよ。だから十分にエーテルを打てるかっていうのが分かんないんですけど、まあとりあえずやっていきましょう。どうにかなる。てか序盤にエーテルばっか打っててもダメージが出ないんですよ。これをどうにかしてほしい。まずマナを貯めなくちゃいけないけど、そのマナを貯める手段が少ない。まあバレリー引いてるからありか。まあリッチ枠ですよね、マナのリッチ枠。これは波動、波動、まあとりあえず波動でダメージを与えながらの感じで、次チーナかな。で、まあ、マナを貯めまくってロレットを打つっていうような感じですね。まあ打てさえすれば強いんですけど、まあディンググ、打てない打てません30個ないと打てません。25個か、わかんねえ。打てない続きですね。うん、まあただ打てない駒で固まらなかったのはありがたい。次打てます。何が来ますか。はい、ベルグレーで、まあこういう駒でも削っていかないとね無理なんですよ。いきます、これで大ダメージ。ほほ、ベルグレーってのがいっぱい出すじゃねえかこの野郎。まあ回復もねしっかりと入れていく。まあエーテルのいいところは、まあ回復もできるという感じで、まあ高 HP を維持していきたい。うん、そっちから捕食、まあ、ロンレイ引かれてるからな、捕食量が高けんだ。どっちにする。うん、こっちか、コラプス。まあ相手がマナ持ってないんで特殊ダメージも入ってくれるというような感じ。で35まで溜まった。まだロレットが打てません。まだ打てない。次もエーテルかな、2枚返しかな。あ、そっちか。うん、そっちならどうしよう。いやー捕食されまくって終わりそう。ていうかダメージ手段がない。エーテル、エーテル、エーテルばっかじゃねえか。そういうデッキなんですが、どうしようかな、どっち打とうかな。まあこっちか。エーテルまだまだ食べます。エーテルで一応ねいい感じで波動は入ってるんですが、なんですよ。次ロレッタ打てる、打ちますか。うん、お相手がどこに来るか。あーそこか。まあそこも打てるか。いやーここまでバフが乗られると、うん、あれですね、シェンメイで飛ばされそうですね。いやーエーテルかよ。もう ロレット打ちます。これでやっと4000。ここまで貯めてまだ50個貯めてやっと4000。マジですか。でどうしますかと。もう捕食しないでくれたら勝てるんですけど、まあ捕食ありますよね。あーめっちゃ回復する、やめて。はい、もうブレイカーですね。もうね、一番ダメージ出るのはこれ。繋いじゃう、もう繋いじゃう。いやー最大値の6000全然いかないですね。そして、5枚返しと。ああ、終わった。終わったよ、これ。やめて。シェンメイで飛ばさないで。許してください。とりあえずシェンメイは許してください。まあ、捕食されてもきついんですけどね。どうだろう。まだミニエラ出てきてないですもんね。けど、フォイムーンと。いくつ？おー、9000も捕食された。痛え。くそ、こうなったらどうする。
これか。これが一番ダメージが出る。波動、波動、波動とエーテル。ほらー。よし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 。あと1万、あと1万。まあ、ただ角怒られて3枚返しが来るんだよな。オーラ引いちゃった。ダブルオーラからのペロキラプター。いやー、左から2番目がペロキラプター。ってことは、一番右がシェンメイですか？と、まあまあ、これはもうしょうがない。根核か。本格にトゥールラ置いて次のターン飛ばすというような感じでいきましょう。まあ捕食されたら終わり。くらえ。いいですね。4000まで削りました。さあ、あとはお相手の右から出てくる駒が何なのか。その駒は何だ。お、英語のサランか。サランでしたっけ。あぶねえ、捕食されなかった。トップで引いた駒がドゥンラーとかだったんですかね。出せなかったってことは。ってことで僕はトゥールラとつないで勝てた。なんと勝てた。トゥールラが強い。なんだこの駒。いっちゃん強かったぞ今回。はーい、対戦ありがとうございました。次行きまーす。はーい、対戦よろしくお願いします。ラニト行きましょう。まあ、マナの弱点って、まあ、攻撃を防ぐ手段が少ないですよね。うん。エーテルとかで回復はできるんですけどね。だから、準耐久とかにはね、ある程度やれるんですよ。あと、あんまり、殴ってこないデッキには。まあ、ただ、こういう殴ってくるデッキ、どうしますか？金魔も打つしかないと。ほう、強い。強いけど、どうしよう、これ。ロレット打てないし。なり打ちしますか。なり行って金馬打ってですね。うん、回復はいい、回復はいい、とてもいい。回復もいいし、トゥールラ金馬もありなんだけど、ダブルオーラつら、痛すぎ。どうしますか。アトルアーク、いや、まあ、さすがに金馬も、金馬もうちのロレットが打てん。いまだにロレットが打てん。あそこか、そっちか。そしたら、エーテルか。いや。ヤスリか。いや、さすがにエーテルだな。エーテル打って、次だな。次波動のヤスリか打ちますか。ここはね、回復と。ああ、いい回復。で、やっと35。次のターン、やっとロレットが打てるようになる。ですが、ブランジェッタ。ブランジェッタか。いや、こら、ああ、こっちもいいな。どっちにしよう。こっちか。こっち打って、でですよ、で。どこに来るか。右下行くぞ、打ってくんのかな。ダブルオーラから何が出てきますか。うん、イシュタル。一番右の駒イシュタル。まあ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 、捕食は2000で抑えられたのは OK。じゃあこれでつなぎますか。これでダメージ出して、で金魔紋が効いてるんで、まあ、このターンあんまりダメージ出してもらわずに、で A3 にロレットで入って、で何かでつなげるっていうのが一番いいパターンなんじゃないかな。ああダメだ。ああバハ持ってた。いてー、無理だよ、貫通しないでよ。ダブルオーラからのバハは犯罪ですって。1万どう削るのこれ。まあロレットするしかないですね。まあ3枚返しを耐えましょうというような感じなんですが、耐えれるかな、このラニに。どうですか、クラリーチェ。あ、ダメだ。デバフがないから、つれー。惜しかったな。はーい、テセロございました。はーい、テセロよろしくお願いします。うーわ。きちー。今後きちー。体力高えー。うん、いいっすね。
エーテルからのバレリー。とりあえずこのこれ打ちますか。コルドラもね、数値的にはいいんですけど、まだ打てない、全然打てない。ある程度貯めないと、もうとりあえず序盤はエーテルするしかない。エーテル、エーテル、エーテル財団。まあこれからマナの駒も増えていくでしょう、多分ね。と願いたい。キュリア、これまだ打てない。じゃあこっち、あれやばくない？そういえば手駒ちょっとやばくなってません？切羽詰まってますよ。全然打てる駒ばっかじゃないぞ。これ打てない。これは打てるけど、次のターン20個で打つやついる？いねえよな。いません。おーっと、相手からおキーマモン、今後からも出てくるキーマモン。おう、エーテル、お蜜が来ました。まあ回復ですけど、これ打つしかねえか。打ちます。はい、回復回復。キーマモン引きたいですね。とりあえず僕も変にキーマモンを貸してください。ティルードに殴られると、もうそれだけでも嫌だ。あ、めっちゃダメージ食らってるんですけど。おう、ベルグレーデ。いや、どうすんの、打ちましょう、ベルグレーデ。ベルちゃん打ちましょう。回復してのベルちゃん打って、次キュリアかな。でもロレットは来たとしてもあと2ターン打てない。クラリーチェか。いやー、そこ金馬開けるか。いやー、でも攻めるしかないよな。だってまだ2万あるんですよ、相手の体力。もうこっちから行くしかないでしょ。つなぎのつなぎでつなぎのするしかなくないですか。で次もコルドラ打ちます。ここですよ、ここ。ここどうか。いやー、バハ持ってるんかい。無理だって、バハムートやめて。よまだ弱、何の対処もできねえ。じゃあもうこうか。もうバハの3枚、あ、2枚返し耐える。もう僕にはこれしかない。で次のターンロレットを引く。さあ来い、やめろ、アタッカー引いてるな。まあ引いてる。まあ今後は引いてる、当たり前体操。あと1ターンくださいよ僕に。はーい、大佐ありがとうございました。はーい、大佐よろしくお願いします。アポロンと、いや混合じゃない、混合じゃないからまだマシ。そして引きはいい、すこぶるいいって言ってもベルグレレとトゥールだかい。まあ、ベルグレレとトゥールだったらもうベルグレレとトゥールだ打つしかないでしょう。とりあえず初手にベルグレで、はい、破格のダメージ。全然エーテルより、エーテル出してるよりダメージ出してくれますわ。まあ、次のターンからね、回復もしてね。おお、引きはいいんだけど、これ打てないんですけど、トゥールラ行くしかないじゃん。どうすんの。キュリアもコルドラも打てないんですけど、次のターン。これ次のターンロレット来たらやばいですね。コルドラ捨てるしかない。そっちか。X だな。なんかいいかも、来い。なんかいいかも。お、来た。煩悩ブレイカーが来ましたね。いきまーす。これでマナを貯める。エーテル、エーテル。まあ、2ターンエーテル貯められるっていうのは偉大だと思いますね。で、次のターン、どうしようかな。おお、ウィブで繋いでくる。やばすぎ。特殊カット。オッケー、キンマモン来た。もうこんなもんね、迷わず置こうぜ、キンマモンですね。こっちか。で、もう次のターンからもコルドラとかキュリアを打っていける。マナでダメージを出していける。まあ、マナのいいところ、フォースとかを貫通できる。こういうことですね。まあ、頑張ってね、お相手のビナキンマをね、すかしていきましょう。ロックされる。何が出る。ああ、チーナか。まあいいや、じゃあコンボしましょう。もう、ゴリゴリに攻めていく。ゴリ攻め。
で相手に多分右左上か左上の角に来るのかな、金馬繋いでくるのかな、金馬繋ぐじゃないや金馬埋めてくるのかな。次のターン埋められて埋められてするでしょう。じゃあどうするか、もう一旦金馬繋ぎますか。エーテルで回復しながら、いや違うな、もう攻めよう。エーテルとか打ってる暇ないです、攻めます。そうそういうね、甘っちょろい考えダメ。エーテルで回復してどうにかしようっていうね、攻めない心がいけない、攻めましょう。あーはー、トゥールが出てきた。はー、やばいやばいよ、痛い。ロレットか、痛いけど、僕も引きがすこぶるいいんで、まあこうですね。これエーテルでね回復するんですよ。ここは回復いい、回復でいい、ダブコン回復。おお、いい回復、2200回復した。さあこれでトゥールラと、ヴィーナスをつないでも飛びませんよというような感じ。おお、相手はキリア取るしかないんじゃないですか。まあそうですよね。14でしょ。どっちの方が回復する、こっちか。こっち X 打って、ダメージ出しながら回復します。15000、バイセ1500、トゥールラ4000、アポ7000、耐えるな、これ耐えますね。耐えるってことはまだ打ってこないかな。6打ったっけ、6やめて。 OK、 ヴィーナス、ヴィーナスでフォースされるんですよ。ただ皆さん僕の手駒見てください。マナが70140溜まった状態でこのロレット採掘出る5600、はい強いこういう時だけ強いマナ。はーい、テセ、ありがとうございました。はーい、テセ、よろしくお願いします。まあぬらりか、まあ、僕がねマナの英語マンをあんまり持ってないからっていうのもあるんでしょうけど、なんだろう、マナの英語マンのスペック不足感がまだ否めないですよね。特にエーテル関連ダメージ出せないし、まあ、回復もビビたるもの、まあ、それが生きる時もあるんですが、もうちょっとね爆発的に強い、そうベルグレード並みの駒が欲しいですね。どうするのこれ。ああこれ打てるな、エーテルしましょう。はい回復とりあえずキーマンも引いて相手のダメージを抑えたいっていうのもありますが、罠、マイティドカですか、特殊罠ですか。おバレリー、これ打ちますか。さあどうだ、発動しない、まだレニアドの可能性もある。そうだ、レニアドゥがありますからね。そこでビナを打ってきますか。いてー、はい、おお金馬ナイス。ってことで、まあ金馬だよなとりあえず金馬だよね。1枚返しでも発動しない、で罠も発動しない、リリティエかもしくはサヤか。次のターン罠が発動したらリリティエで、発動しなかったらまあ多分サヤカでしょう。コルドラ来た、どっちから打とうかな、こっちか。まあ、これねキリアは使いやすい、30個まで貯めちゃえば問答無用で3600をね吹き飛ばしてくれるんで、はいナイスー。ここからここからどうする、どうすんの、取ってくるかなキュリア。ああそっちか、そっちにロック、何が出る、つなぐか、いやつなぎやせんか。あしかもこれか、白髪の髪の人、名前忘れちゃった。エーテル打ちます、なんかエジプトにいそうな人ですよね。でまあ、ルキアはコンボないんで、角か。じゃあダブコン作れますね。コルドラ打つか、いや、まだか、次のターンか、コルドラ打つんだったら。これで2ターン波動入れて、
あ、順調じゃないですかこれ。うん、とても順調な気がする。あ、そこに貼る。まあただ次のターン、どうだろう。9500残ってる。春のコンボ許容できるな。じゃあロレットいきます。いけ、何枚返したこれ。おらダメージ出せ、おら。オッケー、ナイス。いや回復もいい。エーテルのおかげで1万まで回復した。で相手の召喚1体、大丈夫でしょう。サブに渦井天元とか入ってない限り。まあさすがに入ってない。入ってても飛ばないか。これいいですね。この特殊を出さないおかげでここの罠腐りましたからね。あ、それでも約1000まで持ってかれるんか。春とバイセ強っ。何これ。まあ僕もね、ロレットで5600出して勝ちと。あれですね、ロレットマジで6000いかないですね。はーい、ありがとうございました。